吉野大峰ケーブル自動車。吉野大峰ケーブル自動車株式会社。吉野大峰ケーブル自動車は、奈良県吉野国吉野町の近鉄吉野駅資金の、吉野千本口から吉野山までのロープウェイと、吉野山内の路線バスを運行する会社である。会社名こそ、ケーブルと称するが、運営しているのは、ロープウェイである。設立当初、 吉野から大峰山までの長大な路線を計画していたことによるが、その計画は第一期のロープウェイ開通直後に世を襲った世界恐慌のために立ち消えとなった。ロープウェイはかつての近鉄特急風の半期、ゴンドラの塗装や全面デザインから近鉄グループかと思わせるが、実際には地元資本の独立事業者であり、近鉄との資本関係はない。 ただしゴンドラは近鉄グループの近畿車両で製造されている。なお、ゴンドラの塗装は2013年に桜を模した白を主体とした新塗装に改められた近鉄26000系桜ライナーの塗装に近い。また、現存するロープウェイ路線としては最古である。2012年には日本機械学会から日本の機械技術史上貴重な設備、 施設を今日まで保全してきた功績を認められ、日本の機械遺産第52号に認定されている。2014年7月からは旅行業第2種を取得し、海外の観光客を中心にツアーを展開する旅行者を吉野旅どもツアーズとして設立している。使用されるバスはマイクロバス三菱不走ー座や、 トヨタコースターがメーカー標準塗装のまま用いられており、一見すると自家用バスに見えるが、正規の路線バスである。1990年代初めまで、1960年代製造のトヨタ及び、いすず自動車製キャブオーバー型バスが在籍していたことでも知られる。日中のみ60分ほど運転。春の多客機には、 道路が花見客で混雑し定時運行が困難となるため、吉野神宮、竹林院前間は運休となり、増発した上で竹林院前く奥千本口間のみの運行となる。また、当期の一部期間は全線運休となる。高城山展望台バス停は、吉野神宮方面行きのみ停車する。バス停は、吉野山内の革命所付近に配置されており、下千本から、 奥千本までの吉野山での主要な名所へアクセスが可能である。2014年10月1日から運行を開始した路線である。奈良県の紅葉名所としても名高い丹山神社と吉野山をつなぐ。10月1日から11月30日までの季節運行ではあるが、2014年からは奈良県の紅葉名所をアクセスよく毎年楽しむことが可能になる。 2018年7月15日をもって廃止された。近畿運輸局が2016年6月1日及び9月29日に法令違反の疑いを短所に監査を実施した結果、2016年5月中に務以日間正当な理由なく路線バスを全便運休したほか、一部乗務員に健康診断や法定講習を受けさせなかったり、 車両の定期点検整備を行わなかったなど、計7件の違反が認められた。このため、近畿運輸局は2017年3月23日に、輸送施設の使用停止、5日社の行政処分を行った。2017年4月28日に、営業運転中のロープウェイで、下りのゴンドラが、所定の位置で止まらず鉄製の設備に衝突する事故を起こした。 乗客15人に怪我はなかった。運転係がブレーキのタイミングを誤ったのが事故の原因と見られている。なお、所定の位置を行き過ぎた場合に自動でブレーキをかける安全装置の電源は入っていなった。近畿運輸局は行政処分などを検討している。事故後、ロープウェイは運休しているが2018年春に予定していた運行再開は ワイヤロープやゴンドラの走行林の摩耗などが新たに見つかっため2018年夏頃までかかるとしていたが資金調達が難航し再開のめどが立っておらずバス代行が続いている2019年3月23日運行再開2018年4月14日バスの運転に二種免許中型二種免許が必要と知りながら二種免許を持たない82歳の 男性に路線バスの運転を指示したとして、奈良県警察本部交通指導課と吉野警察署は、同5月22日、同社社長と運行管理担当者の2名を、道路交通法違反、無免許運転加盟容疑で逮捕した。82歳男性は、大型免許は取得していたが、2種免許を、承知していなかった。同社は、ロープウェイが運休中で代行バスを走らせていたが、普段は、 バス運転手が数名であり、花見の時期にはアルバイトを雇って対応していたという。その後、社長と運行管理担当者を略式起訴し、2018年6月11日付で、五条管理裁判所は2名にそれぞれ罰金35万円の略式命令を出した。その後、近畿運輸局の監査により、2017年12月に運行管理者が退社した後新しい運行管理者を 専任していなかったことや運転者への転校を行っていなかったことなど15件の違反が見つかり2018年9月11日付で同社に対して9月18日から10月24日までの37日間にわたる事業停止処分を下すとともに4台所有するバスのうち1台を10月25日から130日間使用を禁止する行政処分を受けた これらの不祥事は二代目社長の娘婿で2010年に後を継いだ三代目社長の時期に起こっている。逮捕を受けて三代目社長は退社し、二代目社長が再び社長にに就任し会社の立て直しを行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。